7億ドル約1108億円。契約の宿命とも言える大ブーイングが3日間で徐々に変わってきたようにも見えた。ドジャース大谷翔平投手は28日日本時間29日、敵地ブルージェイズ3連戦に出場。計14打数2安打に終わったが、初打席での本塁打と、菊池雄星投手から放った自己最速打は大きなインパクトを与えた。動画面白すぎすごい。表情大谷翔平がブーイングにまさかのリアクション。大谷翔平の人柄にブルージェイズナインも虜だった。26日同27日、カード初戦の第1打席。最初は皆一斉にブーイングを浴びせていた。その打席で右翼席へ本塁打。そこからブーイングも変化し、3連戦最終日でも洗礼は浴びせられたが、拍手や口笛を吹くブルージェイズファンの姿もあった。12月にトロントへ向かったという誤報が流れて以降、初めて大谷がトロントへ向かった。前カードの敵地ナショナルズ戦からトロントに関する質問が多数飛ぶなど、注目度は高かった。第一戦の前には、カナダ地元紙が、大谷がジェイズをもてあそんだと、挑発的な記事が紙面に載ることもあった。しかし、大谷は、ブーイングに対して、リスペクトに逆に感じるところかなと思いますとコメント。さらに、27日同28日の試合前に、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督に挨拶し、今日は、一枝狙いと、ジョークも交え談笑した。大谷の丁寧な対応に、シュナイダー監督が、ブーイングしてごめんねと、異例の謝罪を行うこともあった。また、大谷と同僚になれなかったブルージェイズナインも、大谷に対する敬意を示していた。ケビン・ガウスマン投手は、彼のことは本当に尊敬している。ブーイングが多かったから、それにも対処しないといけなかっただろうけど、楽しい冷やかしも受け入れていたと思うんばかり、ドールトンバー諸外野手も、彼は感心させられる打者で、その選手を見れることはクールなことだと感慨深く話した。ブルージェイズのファンの中には、大谷の本塁打を見ることができて喜んでいる人も、わずかに安打に終わったが、3日間でトロントの空気を変えたのは間違いない。